さて、ワールドカップ連覇を目指すなでしこジャパンのメンバー入りを果たした岡山イノゴーベルの宮間綾選手、福本美穂選手が昨日三鷹市で会見し、連覇への思いを語りました。前回のワールドカップが終わってから、次のワールドカップでも優勝したいという思いで、ここまでやってきたので、ちょっとこう身が引き締まるといいますか、やらなければいけないというような強い思いでした。まあ、キャプテンである宮本選手にワールドカップを掲げてほしいという夢があるので、それが現実になるように自分ができることを精一杯努力したいと思っています。宮本選手がキャプテンを務める新生なでしこジャパン、ワールドカップ連覇に向け、まずは今月24日丸亀市でニュージーランド代表との国際親善試合に臨みます。チームとして全員が同じ覚悟を持って戦うっていうところを一つ目標にしたいなと思っています。はい、いよいよです。ではその他のスポーツ強度勢の結果ご覧ください。なでしこリーグ1部の岡山イノゴーベルはアウェーでジェフ千葉レディースに敗れ今シーズン4敗目、2部の FC 霧国大シャルムは6試合目で待望の初勝利です。